クールガールゾンビハンター。やっぱりゾンビだ。これって訓練じゃないよね。そんなに時間が経ってないのにもうこんなに侵入されてる。やばい、どんどん校舎に向かってきてる。なんとかしないと。フードをかぶったゾンビ、他のゾンビたちと雰囲気が違う。歩いてないから目立つのかな。なんか気になるな。これで、よし、これでも、食らえ。今までこんなにたくさんのゾンビが襲ってくることなんてなかったのに、どうして。また、さっきよりも多い。全員倒すしかない。蹴散らすよ。
んだ。早くしないと。まだ校内に誰か残ってるかもしれないし、助けなくちゃ。新しい武器発見。スクールガール。ゾンビハンター。どういたしまして。大丈夫、足の擦り傷と貧血だよ。でもリサどうしてここに？逃げなかったの？サユリを置いて逃げるなんてできないよ。サユリなら絶対逃げないで残ってると思ってた。私のこと探してくれてるって。私もサユリのこと心配だったし。リサありがとね、心配してくれて。当たり前だよ、さゆりは私のお姉ちゃんみたいな人だもの。それにいつも心配かけてるのは私だし、今だって気絶しちゃって。さゆりが応急処置してくれなかったら。私だってリサを心配するのは当たり前だよ。それに
看護実習は得意教科だから任せて。国語数学理科社会英語は苦手だけどね。はあ、私もリサみたいに頭良かったらな。そんな、私リサ、もう歩ける？うん、どうするのこれから。逃げるにもまだ校庭にはゾンビが。分かってる、逃げる前に校内を探そう。探索してみよう。やられるんだ。これでよっと。
お願い。新しい服発見。
クールガールゾンビハンター。ダメだね、私やっぱりあの日からパパとママとお兄ちゃんが事故でいなくなった時からずっと泣き虫で、なぎなたも全然強くなれなくて逃げてばっかり、今日も今も怖くて、急にゾンビがたくさん襲ってきてパニクっちゃって、私はこっちを探すね。今のうちに体勢を整えよう。みんなのためにも頑張らなきゃ。大丈夫そう。大丈夫かな、みんな。今のうちに体勢を整えよう。今のうちに体勢を整えよう。リロード、これでよし。
リサ、大丈夫かな。みんなのためにも頑張らなきゃ。これでよし。新しい武器かな。スクールガール、ゾンビハンター。姫路、ふざけた口を叩いてる場合か。訓練じゃないんだぞ。隠れてないで戦え。生き残りたくないのか。そりゃ生き残りたいよ。あ、手並み左。お見事、さすが射撃戦速攻内1。お前というやつは昔から他人に甘えすぎだ。マユヤに言わせれば
テナミンは自分にも他人にも厳しすぎだけどね。それにマヤヤは今甘えてるんじゃなくて、射撃が上手なエナミン先輩の足を引っ張らないようにおとなしくしてるだけですよ。姫路、勝手にしろ。私は生き残る。ちょっとどこへ行くの？大事な幼馴染を置いてくのか。自分の身は自分で守れ。はいはい、行きますよ。行けばいいんでしょ。片付けるぞ。する。リロード。私が相手になろう。10体だ。よし、かっ飛ばすよ。これでも食らえ。もらうぞ、もらうぞ。一撃だ。リロード。コンプリートだ。まだまだ行くよ。もらうぞ。なんとか全部やっつけた。Thank you.
はっ。私、怪術にも自信がありますの。楽しませてくださいますわね。これでよし。これでよし。ですわ。次はどの子かしら。次はどの子かしら。これでよし。どうせもありませんわね。ふん、この大婚約者ども、あなた方の相手をするなんて、この私には役不足でしたわ。飽きてきたことですし、そろそろ脱出しようかしら。そういえば、アキハとかユウコは集まれとか言ってましたわね。ダイヤモンドは墨石の中にあってなお輝く。やはり主役が引き立つには脇役の存在も重要。退屈しのぎにはちょうどいいかもしれませんわね。新しい武器のようですわね。